ダメマシンだ。あれ行きますって今言わなかった。ああ、うん、ユウが行くのかと思うから。あ、俺が行くって思ったのね。思った思った。はい、じゃあ行きますね。うん、はい。はい。レディオザビストリップ。イエーイ。はい。というわけで今回は、ギターのユウと、ボーカルのトムと、ベースのルイで、はい、お送りします。はい、お届けします。初めてですかね、3人は。初めてだよ。だからさ、いや、うん、なんかあったんじゃない？え、あったっけ？うん、多分あった。なんか誰かと誰かと誰かの3人あったと思うわ。俺じゃない、誰かだじゃあ。あ、違う、俺らの組み合わせの3人よ。俺らって。ああ、この組み合わせは初だね。ね、確かに。初だよね。うん、初初。じゃあ、てっきりさ、うん、この組み合わせだから、うん、昔話くださいみたいな来ると思ったんだけど。あーね、確かに確かに。全然来ないのよね。なかったね。誰も興味ないよね。全然なかったよ。多分もうさ、もうビストリップがもう昔話じゃない。そうだね。だからもうそれ以上昔なんかもういらねえよって感じなんだ。もうおとぎ話以下になってた。伝説、伝説。語り継がれない伝説。はい、じゃあ、はい、行きましょうか。はい、行きましょう。はい、じゃあ、ゆう。じゃあ、俺から行きますね。うん、はい、下から、下から行こうな。うん、ラジオネームあいかさん、ありがとうございます。はい、ありがとう。ともくん、ゆうちゃん、るいるい、こんばんは。こんばんは。こんばんは。一番最近見た映画を教えてください。なければおすすめの映画を教えてください。あー、映画、映画、映画だ。見た？いや、多分ね、見てる見てる、うん、無意識に見てるんだけどね。何それ、全然覚えてない。いや、無意識には人はね、映画を見ないのよ。いや、見るのよ。そう、寝る前とかにね、こう、なんか何とかこう流してるみたいな。あ、というか思い出したんだけど、この3人で映画覚えてる？誰か。ワンピースじゃなくて。そうです。そうだよね。豊島園だよね。そうだよね。ゼロ感をもらいに行ったんじゃない？そう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 。でも全員いなかったっけ、あれ？いないいないいない。いやいないいない。なぜか、あの、東野がね、あの、豊島園のラフザの収録だよね、多分あれ。そう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 。うん、でその時に、うん、あの、温泉行こうよってなってたの。ああ、はいはいはい、うん、温泉計画してあるからみんな行こうよって言ってたの。うんうん、でそれを俺たち振り切って、うん、いや俺らワンピース見たいから。で東野がもう遠くの方で、え、本当にいいのって言ってたの、めっちゃ覚えてる。そうだっけ。そう、悲しいわ。悲しいね。面白いな。バラエティ性しかないよ、そんな。でそんな思い出がありつつ、ありつつね、なんか映画ありますか？どうも面白い映画、おすすめの映画なんかある？面白いっていうか、なんか、うん、最近自分でもホラーやったけど、あ、うん、あのね、結構ホラー見た。今更のホラー見た。あー、例えば何ですか？チャイルドプレイとか。うわ、今更。今更でしょ、うん、とか、エルム街の悪夢とか。あー、いいと思った。うん、今更のやつ見たよ。うん、なんで急にそんなとこ行ったの？夏だから。ヒヤッとしたかったんですね。稲川淳で聞いとけよ、じゃあ。いや、でもなんか見たことないのもなって思ったのよ。ああ、はいはいはい。一回ぐらい見とこうかなって。結構ね、なんかやっぱ過激な描写が多いっすね。あ、今まで一回も見たことなかったの？あ、一回もなかったの。あ、そうなんだ。うん、イットぐらいしか見たことなかった。あ、イットはね、言ってたもんね。うん、うん、でした。ああ、そうなんだ。ルイはじゃあさ、ね、どうやって選んでんの？垂れ流しにしろ。ただ、もう本当におすすめみたいなのが上がってくるじゃん、サブスクで、うん、それを単純にこう、うんうん、ポチってクリックしてるだけって感じかな。おすすめみたいなやつ。うん、ああ、中でも、まあ、ただ最近見て、あの、ここはワウワウなんだけど、ワウワウで、うん、あのターミネーター前作こう一気見みたいなやつ。 あるよね。あるね、あるね。一から最新までずっとやってるやつ。そう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 。それをなんかずっと見てて、あ、面白いなって思いながらですか。でも2までで、ちょっと、2までで限界だったけど。いや、早い。2ってもう2作目じゃん、本当に。早いの。4とかまであるじゃん。ジェネシスとかね、いろいろあるんだけど。未来の話とかあるでしょ。ね、
そう、ある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 よね。でも2でちょっと飽きたというか、うん、早いよ早い、休憩中今2までなら知ってるだろう。ないないよ。そうだね、う普通見てるもん、ね、懐かしさと、うん、懐かしさと面白いなっていうので楽しめた。だからその先を知った方がいい、うん、本当は ね、 ね、一挙放送はね、うん、うん、ちょっとそこまでは体力が持たなかった。ユウ、うん、なんかはさ、うん、なんか最近もうアニメあさりひどいじゃん。そう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 、だから映画見てないんだよね、アニメばっか、うん、あなるほど。でなんかツイッター見てさ、ユウの、うんうん、でなんかアニメみんな教えてよみたいな言ってさ、うん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 、みんなバラバラだなみたいなツイートしてたから、うん、こう見てみたら本当にバラバラだ、うん、マジでバラバラすげえすげえ数になってて、そうそうそう、だから多いからね、名作は多いから。そうなんだよね、うん、だから映画は分かんないけど、だからバイオレット・エヴァーガーデンの映画がやるから、まあ、それは見ようかなぐらい。はいはいはい、ああなるほどね。まああと鬼滅もあるしね、映画で言うと10月でしたっけ。そうだね、うん、うん、そこら辺は見ようかなって感じですね。まあアニメ系をじゃあ見てるっていう感じだね、映画も、うん、はい、はい、じゃあ次行きましょうか、ね、長くなりましたね。長くなったね、一問目から。はい、はい、じゃあ次は例を持っかな。うん、類でございます、うん、はい、ラジザネームビエンのゴーストさんからいただきました、うん、ございます。こんにちは。先々月からディズニーリゾートが営業を開始して、うん、僕も行きたいなと思ってはいるのですが、今は気温も高く、まだ少し行きづらいさもあり行けてません。そこでお聞きしたいのが、パークでの好きな過ごし方、また好きなエリアやアトラクションはありますか。特にトモ君、ルイ君はディズニーがお好きだと思うので、ぜひ教えてほしいですとのことです。なるほど。いや、あるでしょ、うん、2人はありますね。そうですね、コースがね。もう俺なんかはこう、うん、乗らなくていいのよ。ああ、はい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 、言ってたな。街を楽しむ感じで、ね、そう、そう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 。なるほど。中でも何とかないの？これは場所でしょ？ないとか。なんか自分プレイスないんですか？あ、あります。うん、C のアメリカンウォーターフロントから、ポート、橋あるの分かるかも。ちゃんポートディスカバリーが、はい、塀の向こう側に本物の海がね、そう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 、 あるところ。要はインフィニティ的な感じなんですよね。そう、温泉とかでずっと続いてます。そうそうそう、はい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 、ずっと続いてる、その世界が続いてるように設計されて、インフィニティ的なね、うん、外の世界と温泉とかでよくある感じの、そうそうそうね、え、うん、計算され尽くしたね、感じがすごい好き、うん、すごいね、そこが好きなプレイスなのね、スポットね、感じクリエイター目線でもすごいよっていうね、うん、らしいですわ。で俺も C なんですけど、はいはいはい、やっぱ入ってすぐもう開ける感じ、うん、パーッと真ん中とこっすよね。あ、うん、結構やっぱね、感動するよね、来たなっていうのが。そうだね、一番嬉しい瞬間じゃないかなと思うけど。ああ、そうだね、うん、ですかね、うん、でそこをね、俺はね、もうなんだろうね、わかんないわかんないけど、うん、いやわかんないけど、あ、俺も何回かは行ったことあるから、うん、全くわからないとかじゃないけど、うん、普通にバズライトイヤーとか楽しいし、うん、なんかもうアミューズメントパークとして普通に楽しむ人。あ、なるほどね、うん、もうでも本当なんかもう年パス欲しくなってきた。いや、そうなんだよ、うん、マジでもうそっちに来たよね、そっちに来た。なんだね、もうなんか飯食おっかなとかのノリで、そう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 、もう散歩しに行く的なノリで、なんか、うん、普通に癒しスポット、公園、まあそんなこと言ったら失礼かもしれないけど、うん、そういう感覚で、うんうん、フラット行きたくはなってきたね、はいはい、本当にそう、なんか一人で行く人ってみんなそうらしいね、うん、そうだよね、うん、ちなみにさ、二人はさ、うん、何時ぐらいから行く、オープンから行く、やっぱ気合い入れると、うん、乗り物乗るぞって時はやっぱ早めだったんですけど僕、うん、でもやっぱ今の感覚で言うと、まだあんまりそういうことしてないですけど、うん、もういつでもいいのかなっ
ていう。ああそうなんだね。だんだんルイが先にそういう感じになってて、そう、うん、俺ね6時とかに行くタイプ、うん、ああで2時間だけいて帰るみたいな、うん、はいはい、ああそうなんだね、うん、だんだんそうなってくるんじゃない。そうだよね、うん、ルイはそういうのが特に強かったな昔から、うん、ああ、俺とか今でも多分行くとしたら朝一で行くよ、うん、あ普通に開演と同時に行く。すげえ面白くてさ、もうなんか C とかで1ポンドのステーキとか出てたりとか、はいはい、グルメ面でもすごいさ、充実してきてて、ああそうなんだ、生きて食いてえの、生きて食いてえ飲みてえだよ友からは以上です。はい、じゃあそこら辺をね、はい、ちょっとさっき紹介したポイントのところにも行ってみるといいかもしれないね。そうだね、そうだね、はいはい、よろしくお願いします、はい、じゃあ次行きます。トモさん、ユウさん、ルイさん、こんばんは。こんばんは。今私は台風に備えて部屋を片付けています。福岡在住なので今回の台風10号が怖くてたまりません。部屋の窓際に飾っていた宝物をビニールに詰めて押し入れに避難させ、窓とカーテンを補強しました。昔のビストリップさんのイベントでの優勝景品だったサイン入りポラロイドも窓際に飾っていて、命と同じくらい大切な宝物なので、うん、避難用の荷物に一緒に詰めました。おい、ゆう笑うの、うん、いやいやいや、いや嬉しさのあれね、そんなに思ってくれたんだって、ね、そう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 、うん、じゃあ続きいきます。窓が割れたり家が壊れたりする被害を想像するだけで吐きそうになるくらい怖いです。このラジサが配信される土曜日には、うん、ああなんともなかったね、よかったねと言えるようになってたらいいなと思います。最接近は日曜から月曜の午後なので、どうかその時間帯は台風の被害が最小限に収まるよう祈っていてください、うん、ピストリップさんの曲を聴いて自分を元気づけます。他の九州沖縄在住の皆様もご無事でありますように、うん、ということです。本当そうね、いや去年だっけ一昨年だっけ、なんか、ね、うん、関東もほら千葉の方でさ結構被害が大きかったじゃん、はいはいはい、あの時も俺とかは結構やべえやべえと思って、うん、あ俺もやばいと思った。そうだよ、ね、怖かった、普通に怖かったよね、うんうん、なんか眠っちゃいけないなみたいなそうだね感じだったよ、うん、でも九州は特にね多いから沖縄も ねこれは毎年これが続いちゃうのかね、うん、っていうかどうなんだろう、いろんなことがそっちの方で続きすぎてる気がして、うんうん、あ、そうね、地震とかもね、そうだよね、うんうん、ちょっと胸が痛いよね、そうね、うん、まあでもだからそんな中で、うん、あのビストリップで支えにしてくれてたじゃないみんな、うんうん、だから余計に今行けない会えないっていうのも、うん、ねあれですよね。そうだね、うん、そうなんだよね。でもね行ける日は必ず来るからね、うん、そうだね、どんどん前向きに世の中なってきてるとは思うんだよね、うんうんうん、やっぱそれを待っててくださいと、うん、そうですね、うん、待っててもらいたいと思います。俺たちも待ってるからね、うん、そうだね、 そうねそこは本当にそうなの、うん、いやでも本当にみんな無事にね、うん、九州にもそうだけど九州に限らずやっぱいろんなとこでいろんなことがあるからね、そうだよね、みんなが無事にまた、うん、なんか天才っていうんですか、そうだね、うん、なんかね、どんどん増えてる気がしてだよね、なかなか生きづらい世の中ですね、いや不安になるよね、不安、まあ、それこそコロナもその一部だし、いやそうだね、ね、まあ、あ終わっちゃった、ちょうどでもまあ3人、うん、そうね、1問ずつですね、そうですね、まあ、まだ読みたかったやつもあったと思うんだけど、そうこれだけはみたいなのない？大丈夫ですか、でも最後に1個なんかね、うん、明るめにいけるやつ読んどこう、ね、うん、あそうだね、なんかどれがいいかな、はいはいはいってあります、読ませてくださいみたいな、ちょっとこの人個人になっちゃうか、うん、
まあ、一応読むだけ読む、まあいいことだからめでたいことだから読んどこうかな。はい、うん、ビストリップの皆さんこんにちは。こんにちは。こんにちは。初めて送りました、去年の12月に結婚して、はい、7月7日になんと妊娠が分かりました。そして10月に結婚式を挙げます、うん、全然関係ないことだけど報告したくて送らせていただきました。ライブがなくなったり延期になったりして嫌なことだらけだったけれど嬉しいことが一つだけありました、はい。3月に出産予定です。旦那もビス、旦那さんもビストリップ好きなのでビストリップ大好きっ子に育てたいと思います。イベントがもしあったらぜひ連れて行ってみたいです。大変な時期だけどビストリップに会える日を心待ちにしながら頑張って乗り越えます。今日も大好きです、というで、はい、ありがとう。おめでとうございます。ルカさんかな、うん、おめでとうございます。いいですね。そうそう、やっぱこういうね、まあ、個人的なことにはなっちゃうけど、個人宛てみたいにはなっちゃうけど、やっぱりめでたいことはめでたいし、最近だとって言うとあれだけど、ファンのみんなもね、結構、そういう YouTube のさ、配信とかもそうだけどさ、今日誕生日なんですっていう人とかに、こう、ね、みんなもおめでとうって言ってくれたりする人もさ結構いるから、こういういいことをめでたいことを共有できたらいいかなっていうのでちょっと思ってもらったんですけど、すごいっすね。こっち側のことだけど、うん、俺らの知ってるさスタッフっていうかお手伝いくんいるじゃん、うん、お手伝いくんね。そう、うん、友のところの、うん、そう、あれが11月だっけ、結婚式11月やるんだよね。そうだから、うん、彼もねちゃんと結婚式を挙げるわけで幸せになってもらいたいですよね。七夕にあいつらは結婚したのかな、入籍ね。そうね、うん、そうだよね。この方も七夕に分かったんだもんね、妊娠したのね。そうね、すごい運命的だよね。ねえ、名前考えようぜ。七夕くんいけんのかな。あー、いけないのか。もうめでたいことではあるけど、ちょっと悪魔的なノリは感じるよね。あ、でもあれだよ、あの七夕に分かっただけで3月でしょ、誕生日が。3月出産予定なんですよ。そう、ね、3月生まれの七夕って。やばい。先走りすぎて、ね、俺らのせいでいじめられちゃったらちょっと申し訳なさすぎるからね。3月ね、3月ね、ね、めいちゃん、さつきちゃんがいるからマーチちゃんだな。あー、ま、マチ、マチじゃないじゃん、マチ。あ、いいでしょ、男の子かもしれんやん。いや、いいんじゃないですか、中性的で。うん、そうだね。で、言ったら言うも、もうどっちか分かんないからね。ちょっと適当すぎたかな。うん、まあ、マチちゃんいいんじゃない、まあ、いいよね、響きはね。うん、響きはいいと思いますよ。うん、ちょっとじゃあ旦那さんと検討してください、うん、相談してください。そうだね、なんかビストリップの3人がなんかアホなこと言ってるわって。そうだね、うん、うん、はい、楽しみにしてます。はい、そんな感じですね。はい、はい、というわけで次回は、あ、残りの2人だとまた2人になっちゃうもんね。噂ではなんかすごいなんかね、うん、ただ喋ってるだけなんですよみたいな。ああ、はい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 、もう本当の雑談みたいになってるみたいで、うん、うん、じゃあ、まあ、またリモザで決めましょうか。そうだね、じゃあリモザで決めて行、きたいと思いますので、はい、次も楽しみにしていてください。はい、はい、そして YouTube のチャンネル登録と高評価お願いします。お願いします。お願いします。はい、というわけで来週を楽しみにしていてください。はい、はい、はい、それではまたね。バイバイ。バイバイ。